ははい皆さんこんこにちは村長です今日は音楽の話題ではありますけれども音楽作品を YouTube などにアップする時に画面録画をしたりその DAW の音を OBS などに録画するという方はたくさんおられると思います。配信の王道と言ってもいいと思うんですけれどもそういう場合ですね 画面のの右側にに DAW ががあありりままして、左下の方に今 OBS す。この録画自身もそれで撮ってるわけですけれども左の上の方にあるのが今日話題にします今更僕の方が解説をしなくても YouTube にはとっても便利なソフトウェアですのでたくさんの YouTube 解説が挙げられています。 ですから普通に使うにはいいんですが、アジオドライバーを使うとなったところで世界中の人がアジオの使い方がわかりにくいということで困っておられます。僕もやってみましたが当初つまずきました。それはいくつかのポイントを押さえていないからでして、今日はそのアジオでボイスミーターバナナを使うときに アジオでの設定のキーポイントをお伝えしたいと思いますまず概略だけは知っておかないといけません画面の左の方に3つ大きなフェイダーがあるのがこれがハード的なインプットです僕はマイク、ズームなどそしてラウ、アジオとなっていますがまあ、ハード的と言ってもハード的という言葉自身が 正確かといえばそれはちょっと間違いなんですがまあ今のところはそのように覚えておいてくださいそしてその隣にデスクトップとビデオ編集と書いていますこの名前は何でもいいんですけれどもこれは右クリックをするとこのように編集が効くようになっていますそして名前を付けてあるわけですこの2つはソフト的なインプットでして Windows の方では ここを設定します。Windows の出力をここに入れてきます。YouTube であったりメディアプレイヤーであったり iTune s であったりとかそういう再生するツールをここに持ってきます。その隣は Ox です。Ox というのは予備というかそんな風に捉えてもらって結構です。予備に一つ入力があるということです。 僕の場合はビデオ編集のソースをここに入れています次に右下の方ですけれどもここは左3つが A1、A2、A3 という風に呼ばれていましてハード的な出力を出すようになっていますこのハード的というのも先ほども言いましたように正確であり不正確である部分もありますがまあ今回は そのように覚えてておいいください例えばオーディオインターフェースのヘッドホンで聞くときもしくはオーディオインターフェースが多チャンネルの場合例えば12出力はここにして34の出力はここにしてそしてスピーカーに直接流すというようなこともできるでしょう。この3つが出力としてありましてその隣の 赤くフェイダーが鳴っているところは、ソフト的なアウトプットです。例えば、OBS に流すとか、Zoom に流すとか、2つのチャンネルを持っています。この概略をまずしっかり覚えておいてください。ボイスミーターバナナはなぜややこしいのでしょうか。ここでは、A1 とか A2 とかいうような、 呼び方をしているにもかかわらず、ドライバーで選択したりする場合は、ボイスミーター〇〇というような名前がついていたりして、そことの関連付けがなかなか分かりにくいというものです。そして、これから一番重要なことをお話しします。今日は、アジオで使うためにどうしたらいいかということでお話をしているわけでして、 それには必ずやらないといけないいいいととけポイントというのがありますここではこの A1 というところをクリックしましてそして画面の下の方のリストに僕の場合でしたらはいこのように AzioUMCAzio ドライバーというのがあります僕のオーディオインターフェースはとっても安価で有名な ベリンガーの1820というようなこんな他チャンネルのオーディオインターフェースを使っています。右下の写真の通りです。このドライバーをこの A1 のところで設定するということが重要なんです。A2 のところや A3 のところではそれができないんです。僕が一番最初につまずいたところです。これを よく把握しておいてください。そうはいえ、アジュオと Windows オーディオ等を混在することができます。今僕はアジュオドライバーでこのように話をしているわけですけれども、一番左のチャンネルがピコピコ動いていますよね。これで今録画を撮っているわけですけれども、これを変えることができます。 例えば僕は他にも USB マイクを持っていたりしますので、それに切り替えてみましょう。ここにありますように、Fifine という会社の K670 という USB マイクです。これに切り替えます。はい、切り替わりました。切り替わっても全く同じように説明ができています。 このように Windows Audio と Azio を混在することもできるわけです。もう一度戻しましょう。この戻すというところで第二のつまずきポイントがあるわけです。Azio ばかりで構成したい場合はここで選ばないということなんです。一番下に Remove Device Suggestion というリストがあります。これで いわゆる指定をしないということが重要なんです。これがつまずきポイントの2番なんです。はい。これで元に戻りました。今はアジオのオーディオインターフェースのチャンネル2につながれたものになっていますので、ここで今画面にモノラルというふうに書かれていますよね。このモノラルがオンになっていますが、 2番から入っていることがわかるように、これを切ってみると、インジケーターが右側だけ動きます。あああああああ、このようにインジケーターが右サイドだけになったわけです。もう一度モノラルにします。このようにアジオと windows オーディオを混在できるということになります。本題の daw の話に行きます。 先ほど A1 のところで自分の使っているオーディオインターフェースを選びましたそうしましたら次にやることはメニューというところからこのようにシステムセッティングオプションというリストを開きますするとこのような設定画面が出てきますここで AzioUMC Azio ドライバーというふうになっています A1 がこのようになったら、ここの表示がこのように変わるわけです。そして今リセットされたので、ここで1,2,3,4,5,6という風になっていますが、インの1番、インの1番といえば今のマイクの部分ですね。ここは僕の場合、2番だけしか使っていません。まあ入れておいてもいいわけですけども、 皆さんにわかりやすくするために、ここをカウントしていきます。はい。18を超えたら、このようになりました。そして、2番は使っていませんので、このようにまた使わないように設定しておきます。そして、実際の DAW ですけれども、僕の持ってる このオーディオインターフェースはループバックの機能がありません。ですから僕の場合は DAW はここにありますように9番、10番というところに出力をしていますがそれがループバック、いわゆるインプットに入れれないので線でつないでいます。9番と10番の出力を もう一度7番と8番のインプットここに入れ直しているわけですね。前面に1番と2番がありますのでここから345678というふうになっているんですがこの78につなぎ直しているわけですね。ですからここが78。8 このように設定しますループバックのできる方はここは1番2番とか3番4番とか自由にループバックができるんであればその番号を入れるということになります今日はこのようにしてお話をしているんですが次の回では Azio の自分のオーディオインターフェースのドライバーじゃなくてボイスミーターの Azio ドライバーというのがありまして本物の オーディオインターフェイスの代わりにバナナのオーディオインターフェイスが代替えをしてくれるという素晴らしい機能があるんですそれをすれば線をつながなくってもいいので次の機会も楽しみにしていてくださいこれで設定ができたわけです DAW を鳴らしてみましょう DAW は9番10番に出力しますけれども ちょっと DAW のオプションを見てみましょう。スタジオ1のオーディオ設定です。オーディオ設定はこのように UMC という風になっています。そしてこの出力はソングというところの出力で、このように9番10番に LR が出されているということに設定されています。これは DAW によって、 ままちちなんでしょうけれどもでも必ずこういうどこに出力するんだということはありますのでこのように出力してください通常チャンネル12だけのアウトの場合はこの12のところをチェックすることになると思いますでも僕の場合は9番10番これを使っていますそして9番10番に流れたものを このオーディオインターフェースでケーブルで7番と8番に入れ直していますのでこれで音がボイスミーターに入ってくることになりますちょっとやってみましょうはいこのようになるわけです。もしこれを 違うチャンネルにやってしまったとします。十一、十二にしてみましょう。そうすると。入ってきません。はい、音は聞こえなかったと思いますが、インジケーターが動かなかったと思います。もう一度七番、八番に戻します。はい、このようにすると。 音が入ってきますののいいはいこれでオプション設定はつながっているわけですけれどもそしてチャンネル1に僕のマイクが入ってきましてチャンネル3番に DAW の音が入っているわけです。今度は それをどのアウトプットに流すかということです。DAW の音を聞きたい場合はこの A2 というところには僕が通常使っています WindowsAudio のこのドライバーというか機械というかに向けてもう一つだからオーディオインターフェースを持っているということですね。ここに出力してそこからヘッドホンで 音を聞いたりしていますこの2番目のところに入れたりしていますそして3番はどのように設定しているかというとここでは3番は設定をしていませんもう一度メニューからセッティングを見てみますここではアウトの A さには音としては何も出していませんが自分がもし スピーカーなどを持っている場合はこれを3、4ここに出すとかいうような設定にすることもできます。そしてこれらは B1 の方に僕の声が今入っています。B1 というのはここですね。これです。そして DAW の方は B2 に 送っています B2 というのはこちら側です OBS に「なでこのように2つに送るか」と言いましたら僕は OBS での録画は自分のトークと DAW の音を別々にレコーディングしたいからですいわゆるマルチトラックで録音をしたいからなんですなでかと言いましたら音楽を流しながら「今ギターが入りました」 とかいうようなことをしゃべるとしますまあこういうことですね音楽を流しながら喋るはいこのようにして喋るということですこの時に僕の場合よく噛むんですね噛んでしまったら僕の声と音楽が混ざっていたらですね修正のしようがないんですよね ですから噛んだらもう一回言わないといけなかったりするんですけれどもボイスのトラックと DAW のトラックが分かれていたら編集はどのよようにでもでもきますよねそれは音楽を作ってたら分かると思うんですけれどもそのようにしたいがためにトラックを2つに分けていますですから OBS の設定の方も2つに分けてるわけですママイクとマイククと があるわけです。けれども、ここで第3番目の間違いやすいことは、設定の画面では b1 とか b2 とかという言い方ではないということです。ちょっと設定画面を開きます。はい、このように設定画面を開きましたよね。ここの音声タブを見てみます。マイク音声1。というところにボイスミーダーオックスアウトプット。 というのを設定しています OX というのはボイスミーターの方で言えばこれですこっち側ですねマイク音声というところにそれを設定しマイクの2番目には OX の付いてないボイスミーターアウトプットを設定していますこうすると別々に音を OBS に入力することができるわけです 今、下側のマイクが反応していますよね。今度は僕が黙りますので DAW を見てください。はい、上側のインジケーターが動きました。このようにトラックを分離しているわけです。そして僕が ボイスミーターをおすすめする理由というのがボリュームコントロールやパンコントロールそしてイコライザーのコントロールまでこのボイスミーターで全てできるということです僕の声が OBS でまあ今はちょうどいいところになっていますけれどもこれを下げてみますあああああただいまマイクのテスト中ああ声が小さいですよねはい上げていきます あ,あ、あ、あ、あ。ただいまマイクのテスト中。あ,あ、あ、あ、あ。このように、こちらで管理ができるわけです。もちろん DAW の音もそうです。DAW のフェイダーなどを触らなくとも、ここで もできますはい、このように一括のコントロールができるわけですもちろんアウトプットででのコントロールもできるということになりますはい、最後にもう一度おさらいをします アジオを使いたいときは A1 のところで自分の持っているアジオドライバー一番重要なところです。そして次ですけれどもアジオを使うならここの設定は一番下のリムーブにしておいて設定はしないということです。設定をするのはメニューのシステムセッティングからここですね。ここで番号を しますでも今のように何せ A1 を選び直したら必ずこのようになってしまいます僕の場合は1番2番3番4番はこのままでもいいですが DAW を使うためにはここを78にする必要がありますこのようにセッティングをするということですそして僕の場合のように今度は 9番10番でヘッドホンを使いたいとかいうような時はここを9番10番に変えるとかすることによってアウトプットを切り替えることができますここですね A3 を切り替えることができますその時もここではリムーブをしておく アジオでの設定の第1回目は DAW の方は通常の自分が今まで使っているオーディオインターフェースを使いたいときこれが今日のお話でした2回目は今度はボイスミーターのアジオドライバーを使うというやり方を解説したいと思っていますちょっと今日は頭がこんがらがるような 勉強でしたけれどももう一度二度三度見直してみて自分がやりながらやってみてください。それでは今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。